先ほどまでの雨が嘘のように強くなってしまった。はい、強くなりました。歴史寸前バス吊り下げアップダウンクイズ、ルールはね大変簡単です。はい、喜んでます。答えていただきまして、バスに分かれて乗ってもらいます。間違ったバスに乗った方たちは海にドボンということなんですけれども、今回は大げさにこんなクレーンをご用意しました。おい、なんだこれ。丸か×か、はい、よろしいですか。はい、問題。今年行われるバルセロナオリンピック開会式でオーケストラの指揮者を務めるのは坂本龍一である。丸か×か。こうしましょう。バスの方はこちら、丸はこっち。はい、丸はへい。丸、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 丸かな。丸だよ、丸だよ。分かれてください。それではバスに乗り込んでいただきましょうか。はい、はい、はい、はい。バスに乗っていた方のバスはあちら。丸はあっち、バスはどっちがどっちかまだ分かりません。まだどっちのバスがね、どっちのバスが水の中使うか分かりませんよ。バスに乗り込んでください。あ、分かんないって。見える見える見ますよ。これ知らないのは何の目。これはね、あれ、中が熱いから。あ、新鮮です。まだある、まだある。あ、おお。さあ、このクレーンが回ってですね、はい、どっちのバスを釣り上げるか。お、動いた。でもまあ、ほとんど皆さんお分かりかと思いますけれども、まだ分かりません。あれの方か、バスの方か、どっちでしょう。お前たち、あ、おもむろに作業の人たちが、おもむろに作業員が何かをしに平成に上がれてしまいました。おい、聞いてないぞ、こんなこと。なんだこれ。いや、みんな、さあ、どっちでしょうか。本当に上がったのかな。おー、あだ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 、聞いてないぞ、こんなこと。いやいやいや、おい、ちょっとちょっとちょっと、本当に本当に本当に危ないよこれ。やめてやめて、やっていいことかやってもいいこともあるんだ。俺が泳げないんだ。俺だって女、すみません、俺は泳げないんだ。さあ、バスはちょっと下ろしますよ。レインさんお願いします。あ、結構だね。そう、ストップストップ、もうストップ。私も鬼じゃありません。さて問題です。これ問題出して正解した場合はまた元に戻りますから。問題です。作家北森生のお父さんは誰でしょうか。北森生のお父さんの名前は何でしょうか。あ、丸、丸って人だったのか。名前だよ、バカ野郎。あ、長谷正人とかそうだよ。北川健三。違います。正解は斉藤お月です。斉藤お月。残念でした。あ、始まる、お前のせいだ、松村。やだやだやだ。わあ、
ください。おいいです。さて、私も鬼じゃありません。もう自分も鬼です。さて、問題です。問題です。まだ問題があります。最後のチャンスですよ。最後のチャンスですから。椅子が浮かんでる。椅子がシュートが浮かんでる。椅子だって浮かぶんだ。ラシャ、俺の顔睨むんじゃない。いや、おい。ラシャ、やろう。よし、問題です。お前ら目線が違うんだもん、この頃。もうちょっと冷静な目をしよう、冷静な目を。お前らの目つきが怖いぞ。バカ野郎。問題です。はい、同様、さっちゃんで、さっちゃんの大好きな食べ物は一体何でしょうか。さっちゃんの好きなのは何だったよ。さっちゃんはね。2番だ。何だ、好きなものは。柿。じゃあ正解を。さっちゃんはね、せーの、さっちゃんはね、バナナが大好きどうだよ。もうお前らなんか相手してられない。さあ、バスを沈めてください。初島まで行くことになってました。気持ちいいんだよ、またそれが。おい、